が詰めかけています。セ・リーグ公式戦、東京ヤクルトスワローズ対中日ドラゴンズの1回戦です。解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくどうぞ。小宮山さん、今日の注目なんといってもプロ初先発のルーキーのピッチングになると思いますが、いかがですか？そうですね、初めてのマウンドですから相当緊張もあると思うんですけど、もうとにかく思い切って投げてもらいたいというふうに思いますね。ベンチの期待に応えられるんでしょうか。まずはスワローズの先発奥川が神宮球場のマウンドに上がります。ルーキーらしい思い切ったピッチングができるんでしょうか、注目です。バッターはイチロー、前回のゲームでマルチ安打を記録しています。さあゲームが始まろうとしています。初球ストライク、外れました。次が3球目、打ちました。これはどうか、ショートうまくさばいて先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー1塁です。さあ1塁には先制のランナー、バッターボックスには大島、そして一塁ランナーは俊足の一郎。ピッチャーとしてはランナーに彼がいると投げにくくなりますからね。本当にそうですよね。いきなり牽制、セーフ。バントの構えでバッテリーを警戒させます。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。一塁はセーフ。牽制が上手いピッチャーですからね、当然ランナーも走りにくいでしょう。なるほど、そうですか。まあ、肩が強いキャッチャーですから、ここは迂闊に走れないでしょうね。なるほど、そうですね。さあスワローズ先制のピンチを迎えています。やはり先取点を取られると相手に主導権がいきますから、ここはしのいでおきたいですね。なるほど、そうですね。まあただピンチでも落ち着いて投げられるピッチャーですから、簡単に打たれはしないでしょうね。はい、さあここはしっかり抑えたいところ。初球からスーッとストライクを取ってきましたね。やはりボールに自信があるんでしょうね。ああそうですか。すぐに追い込みました。ボールになります。このピンチ空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。ここで先制点を与えるわけにはいきません。三振でツーアウトです。ここは絶対気を抜けない場面ですからね。さあそして打席にはビシエドが入っています。さあツーアウトにはなりましたが、まだピンチは出していません。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。見極めます。インサイド打ち上げました。弾き返した打球は左中間へ。青木が抑えてスリーアウトチェンジです。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。
先制のチャンスがあったドラゴンズですが、そのチャンスを生かせませんでした。先発ピッチャー奥川、そしてキャッチャーは中村。このバッテリーをドラゴンズ打線がどう攻略していくか。ここはランナー走ってきませんでした。一塁牽制、一塁はセーフ。ランナーを警戒するあまり速い球が増えています。さあ4球目は何か。走ってきた、見逃し三振、スリーアウト、チェンジ。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。0対0同点です。
スワローズ打線ですが4球で2アウトになっています。簡単に打ってしまいましたね。はい、そうですよね。最初は変化球できました。釣り球でしたね。振ってきません。外れています。これが3球目。いい当たり。これはどうだ。セカンドの右抜ける。打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁到達。ランナー出ました。ヤクルトスワローズです。ツーアウトランナー二塁。さあスワローズ先制のチャンスを迎えています。まずは先に点を取ってピッチャーを楽にしてあげたいですね。そうですよね。さあどのような攻防を見せてくるのか。バッターボックスには中村が入っています。初球は何で来るか。入れてきましたね。勝負ですね。そのようです。理想的な形でしたね。ここで先制点が入りました。さあバッターボックスには先発の奥川が入ります。ここは自分を助けるようなバッティングをしたいですね。そうですね。さあ追加点のランナーを置いた場面です。まず何を投げてくるか。初球から際どいコースをついてきます。送球します。一塁アウト。スリーアウトです。しかしこの回スワローズ鮮やかな攻撃で先に点を取りました。2回終わって1対0、スワローズ先制です。注目していきましょう。アウトコースへ決めました。さあ3球目は何か。高めギリギリです。ワンボールツーストライク。安心です。ワンアウトです。打席には2番バッター青木。先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。小笠原まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球空振りです。これが2球目。インドを見送っています。キレがあります。追い込まれました。ワンボールツーストライクです。変化球空振り。ツーアウトになっています。この山田、ここのところ5試合で打率が2割を大きく下回っていますが、ちょっと調子を落としているんでしょうか。今日見る限りではしっかり振れているので大丈夫だと思いますけどね。なるほど、そうですか。さあここから調子を上げていきたい。決めてきた。改め
てお聞きします。バッターボックスの山田、どういったタイプのバッターでしょうか。ミートが上手い上に大きいのも打ってきますから、もう打席に立ってほしくないバッターですね。そうですか。打ちました。これはどうか。この打球は落ちるか。どうだ。ヒットになった。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。バッターランナーは二塁まで進みました。これで2試合連続のマルチヒット。2アウトランナー二塁。さあスワローズ追加点のチャンスを迎えています。序盤で点差を広げてあげられるとピッチャーにも余裕が出ますからね。なるほど、そうですね。さあこのチャンスをどう生かしてくるでしょうか。バッターボックスには二塁はセーフ。やはり安易にストライクから入れませんよね。ピンチですからね。なるほど、そうですか。チーム全体が乗ってきますからね。早くも流れを確実なものにしようとしています。ここで畳みかけたいですね、まあ次は勝負強いバッターですから面白いと思いますね、その期待に応えてほしい塩見が打席に入っています。初球ボール。よく見ましたよね、はい、ストレートわずかに外れてボール。低めチェンジアップ決まりました。打順は6番内川。スワローズこの回2点を入れています。さあ3点をリードし、なおもその点差を広げていこうかというところです。まあ非常に打線がつながっていますから、ここもつないでいってほしいですね。インサイド落ちました。ファールグラウンドへ打ち上げていますが、掴んで3アウト。しかしこの回スワローズ2点を追加しています。3回終わって3対0、ヤクルトスワローズのリード広がっています。さあこれで4回のマウンドに上がったわけですが、小宮山さん、堂々としたルーキー立ち上がりを見せてますね。これはちょっと想定外だと思いますね。まさかここまでのピッチングをするとはちょっと予想できないですね。まあそうですね、これも嬉しい誤算と言えるかもしれません。引っ張った、これはどうか。一二塁間を破る。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。は4番ビシエド。先ほどの打席は先制のチャンスだったんですが、レフトフライに倒れています。ヒットでランナーを一塁に置いています。セーフ。また牽制、一塁はセーフ。まずは見送り。ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。なるほど、そうですか。ゲッツーを取るようなピッチングが理想ですね。なるほど。さあそういった配球で攻めてくるのか。
塁牽制、セーフ。ここも牽制、一塁はセーフ。次が3球目、さあ追い込んで次は何で来るか、まあ、早めに追い込めたんで、外の際どい変化球でゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ここは決め球を厳しいコースに投げたいですね。空振り三振、まず一つアウトを取りました。バッターボックスは5番高橋、先ほどの打席でヒットを放っています。ワンアウトランナー一塁です。セーフ。もう一球牽制球、一塁はセーフ。初球は打ち、そうですね、低めでゴロを打たせたいですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。ボールが2つ先行、一塁ランナーが気になります。さてバッターの高橋、バッターとしてはどういう特徴がありますか。まあ、ランナースタート、キャッチャー送球して振り込んでアウト、盗塁失敗。ここは二塁への進塁を許しません。まあ、よくこの俊足のランナーを刺しましたよね。キャッチャーよく刺してくれましたね。はい、ランナーはいなくなりました。いやー本当に助かりましたね。はい、そうですね。この回ドラゴンズ結局3人で攻撃を終えています。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。ドラゴンズの攻撃、バッターボックスには6番京田、先ほどの打席はファーストゴロに倒れています。スワローズリードで迎える5回です。ここはしっかり抑えたいですね。彼は塁に出すと手がつけられませんからね。うーん、そうですね。いただきましょう。最後は三振を奪いました。バッターのタイミングをうまく外しましたよね。7番バッター木下、先ほどの打席はライアフライに打ち取られています。奥川、まずは先頭バッターを三振に仕留めています。初球ボール、さあどうだ、レフトライナー掴んでこれで2アウトです。8番バッターレオ、先ほどの打席最後は見逃し三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。2アウトになっています。さあ2球目は何か、いいところへ決まります。149キロ、3球目は何で来るか。高めのボール打ちました。打球はレフトへ、飛距離はありますが守備範囲内か。最後はレフトフライ、掴んで3アウトです。反撃したいドラゴンズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。3対0、ヤクルトスワローズがリードしています。コントロールに苦しんでいます。球種の割合はご覧の通りです。先発の小笠原がバッターボックスに入ります。調子は悪くなさそうですが、代打多くて攻めていくべき
じゃないでしょうかね。そうですね。はい、これから6回、この回ピッチャーからの打順でしたが、ドラゴンズ代打が告げられました。バッターボックスには代打の岡林。さあここはなんとか意地を見せておきたいところ。当然ベンチもそれを期待してるでしょうからね。そうですね、この起用に応えたい。インサイド落ちました。ワンバウンドヒットになりました。先頭バッターを出してしまいました。ノーアウトランナー一塁です。さあ一塁にランナーを許しています。バッターはイチロー。もしかするとエンドランを仕掛けてくるかもしれませんね。さあランナーをどう生かしてくるか。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。セーフ。外から入りました。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあバッテリーどう組み立ててくるのか。走りませんね。ランナースタート切ってきません。次が4球目。打ちました。左中間に落ちました。今日もマルチヒット。ノーアウトランナー二塁一塁。2番バッター大島。スワローズ連打でランナーを増やしています。連打を浴びてますんでここで出す。打ちました。これはどうだ。ヒットになった。ホームに送球する。これで3連打。ノーアウト満塁です。ここは慎重に行きたいところですね。さあこの場面でバッターボックスには3番の大谷が入っています。三振が取れれば理想的ですね。なるほど。さあキャッチャーどこに構えるか。小宮山さん、長打を防ぐにはどういった配球をすべきでしょうか。低めにボールを集めるというのがやっぱり一番有効になると思いますね。なるほど。そういった配球を要求してくるでしょうか。ここはボール気味のインハイストレートを投げると空振りでしょう。なるほど。まあ、次はボールゾーンに外れていくフォークで空振りを狙いたいですね。なるほど。さあ何を選択してくるか。されています。まあ、ピッチャーとしては悔いの残る1球でしょうね。ここで逆転。ただここで主導権を握られるわけにはいきません。打席には4番バッタービシエド。スワローズこの回リードを奪われました。小宮山さん、今日は調子が出ませんね。まあ、決していいピッチングとは言えないですけどね。なるほど。ベンチはこれをどう判断するかですよね。逆転を許したこの回、流れを止められません。レフトスタンドに運ばれてしまいました。ホームランです。タイミング合ってましたからね。試合中盤、徐々にリードを広げられています。
ターボックス高橋。スワローズこの回リードを奪われました。初球は何から入ってくるか。両いコース見送ってストライク。次が2球目ボールになります。低めの際どいところですが外れています。インサイド打ちました。西浦が抑えています。ワンアウト。6番バッター京田、先ほどの打席最後は空振り三振に倒れています。ここもねきっちり抑えたいですね。そうですね。ドラゴンズこの回7人目のバッターになります。2球目は何で来るか。タイミングを取らせません。改めてお聞きします、この強打どういうバッターなんでしょうか。まあ、驚異的な走力で平凡なゴロも。3球目打ちました。ぐんぐん打球は伸びている。伸びてライトが取りました。2アウトです。バッターボックスは7番木下。先ほどの打席はレフトフライに倒れています。打球自体はいい当たりでしたから、ここは注意した方がいいですよね。そうですね。2アウトになっています。低め見送っています。インサイド打ちました。これはどうか。西浦一塁アウトで3アウトチェンジです。しかしこの回ドラゴンズ貴重な得点でリードしました。5対3、ドラゴンズが逆転しています。6回の裏スワローズの攻撃です。そしてドラゴンズはピッチャーが変わります。藤島が2番手としてコールされています。こちらが先ほどの配球になります。さあまず1球目アウトコースボール。ボールになります。ボール先行です。外に決まりました。打ちました。ボテボテ。ピッチャーが取る。アウト。ワンアウトです。バッターは5番塩見。先ほどの打席でタイムリーツーベースを放っています。ワンアウトランナーなし。初球は際どいところに来ました。ストライクです。低め見送っています。膝元変化球がわずかに外れています。4球目は何で来るか。インサイド打球はセンターへ。この打球はフライになっています。センター掴んで2アウト。バッターボックスは6番内川。先ほどの打席はファールフライに倒れています。2アウトになっています。際どいコースに送ってストライク。3アウトチェンジです。反撃したいスワローズでしたが、ここは三者凡退に終わっています。6回終了5対3、ドラゴンズがリードしています。
ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。これが1球目、初球ボール。これが2球目、いいボールが来てますよ。はい、ストレートが決まっています。157キロ。いいボールが来てますよ。インローのストレート、力のあるボールです。ワンボールツーストライクと追い込んでいます。さあどのように料理していくか。これが4球目、空振り三振。ここは投げ勝ちました。得点を与えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5対3、ドラゴンズがリードしています。さあそしてここからはラッキーセブン、スワローズの攻撃に入ります。7回の裏、スワローズの攻撃です。一方ドラゴンズはピッチャーが変わります。この辺りで点差を縮めておかないと西さん、非常に難しくなってくるんじゃないでしょうか。まあこういう展開でね、終わってしまうのは一番良くないですから、もうちょっと頑張ってほしいですね。そうですね、奮起に期待したいですよね。8回、ドラゴンズの攻撃です。一方スワローズはピッチャーが変わります。近藤がマウンド上に上がっています。きっちりと抑えていきたい場面での投入です。接戦の中でホームランを浴びています。先ほど捉えられたボールは配球表でご覧ください。最初は変化球できました。ここはストライクからボールになるような球がいいですね。なるほど、そうですか。見逃して三振になります。まず一つアウトを取りました。打席には5番バッター高橋。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ワンアウトランナーありません。インコース決まっています。外れました。落ちる球空振り、追い込まれました。ワンボールツーストライクです。外れてますか。完璧なボールでしたけどね。はい、ストレートわずかに外れてボール。打ちました。右中間に大きな打球、右中間真ん中破りました。一塁蹴って二塁に向かう。バッターランナーは二塁まで進みました。これでマルチヒット、ワンアウトランナー二塁となりました。さあスワローズ得点圏にランナーを背負った場面です。この回で追加点を取られると難しくなってきますので、この場面のピッチングは大事ですね。そうですよね。さあそのマウンド上の近藤、どういったピッチングを見せるのか。はい、
さあここでドラゴンズ代走を送ります。溝脇がセカンドランナーに入ります。ランナーがいると初球も慎重になりますね。ああやはりそうですか。さあ2球目は何か。いいコースだったんですけどね。インローのストレート、いいボールでしたが外れています。151キロ、思わずバットが出たような形です。さあ4球目は何か。空振り、落としてきました。さあバッター追い込まれています。には反応しません。ボールです。これでフルカウント。さあ6球目は何か。このピンチ、空振り三振に切って取りました。踏ん張っています。ツーアウトランナー二塁です。いや非常にいい組み立てでしたね。まあここで離されないためにもね、なんとか無失点で切り抜けたいところですね。そうですね。さあこの場面で打席には7番の木下が入っています。次が2球目。うちのボール打った。この打球はフライになっています。掴んでスリーアウト。追加点は奪えませんでした。ランナー出ましたがドラゴンズ得点には至りませんでした。5対3、ドラゴンズがリードしています。作るにはとにかく塁に出なければいけません。まあ、やっぱりこの回でね、得点できるかできないか。これは引っ張った。ファーストが取る。アウト。際どいタイミングでしたが一塁アウトです。バッターボックスは3番山田。先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。福、まずは先頭バッターを打ち取っています。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになりました。これで3安打猛打賞。ワンアウトランナー1塁となりました。さあ1塁ランナーを返したいこの場面、バッターボックスには村上、そして塁上には俊足の山田。ファーストランナースタート。キャッチャー2塁とタッチアウト。盗塁失敗。仕掛けていったんですがスチール成功とはなりませんでした。いやーこれは残念でしたね。失敗してしまいました。まあ、勝負の盗塁だったと思いますから、こういう結果でもしょうがないと思いますね。なるほど、そうですか。改めてお聞きしますが、バッターボックスの村上、どういうバッティングスタイルなのでしょうか。まあ、そうですね、状況によって変わりますが、もともとはボールを強く叩こうとする意識が強いバッターですね。そうですか。決まりましたね。はい、外のストレートがストライク。2ボール2ストライクです。まあ、ここは際どいところも打っていきますが、明らかなボール球は見極めたいですね。いい当たり。根尾、1塁アウト。3アウトです。この回スワローズ結局3人で攻撃を終えています。8回終わって5対3、ドラゴンズがリードしています。最終回スワローズの攻撃。
そしてドラゴンズがマウンドに送るのはもちろんこの人です。さあ、簡単に打たせてくれる相手ではありませんが、何としても攻略しなければなりません。ということになりました。まあ厳しい展開であることに変わりはないんですけどね。まあなんとか巻き返してほしいですよ。チャンスを作り出すかどうかを注目したいと思います。引っ張った、溝脇、アウト、ワンアウト。バッターボックスには代打の川端、ワンアウトランナーなし。さあ守護神マルティネスがスワローズ打線の前に立ちはだかります。まあピッチャーがいいですからね、どう攻略するかですよね。そうですね、簡単には打たせてくれない相手なんですが、なんとか意地を見せたい。これが初球、最初は空振りになりました。スピードボールを持っています。見せてもらいたいですよね。はい、さあつなげるか、2球目は何で来るか。あそこは手が出ないでしょうね。はい、低めにストレートが決まっています。今のはバッターよく見ましたよね。はい、外のストレートわずかに外れてボール。ランナーを一塁に置いています。初球ボール、156キロがいきなり出ました。これが2球目、ボールになります。ボール先行です。低めのボール入りました。ここは150キロを超えてきます。三塁一塁と変わります。西さん、チャンスですからなんとかつなげたいですよね。やっぱりここは点を入れてね、最後まで食らいついてほしいですよね。そうですよね、ここはぜひ決めておきたい。しました。一方のヤクルトスワローズですが、残念ながら敗れてしまいました。
ご覧のように今日のゲームはヤクルトスワローズ敗れてしまいました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで神宮球場から失礼いたします。